皆さんおはこんばんにちは、ヒトポンです。あいだよ。今回はライオットっていう会社から出た新作カードゲーム、レジェンドオブルーンテラってゲームをやっていくよ。最近発売されたばっかりでまだ私たちでもわかってないカードとかもあるから許してね。先に説明しておくと今映ってるキャラたちはチャンピオンっていう強力な効果を持ったカードだね。チャンピオンカードだけはお互いに何を持ってるかわかるのね。チャンピオンカードだけはレベルアップっていうカードが強化される条件ってのがあるからね。山札にあっても条件さえ満たしてしまえばレベルアップできるのもいるから、お互いに何を持ってるかわかることでそれを防いだりもできるよ。ちなみに今回私のデッキに入ってるチャンピオンカードはこちら。1コスト11のティーモってカードだね。なんかぬいぐるみみたいだね。まあ今からやるのはめちゃくちゃ陰湿な戦法だけど、ティーモの効果としては相手に直接ダメージを与えると相手のデッキの山札のカードに毒キノコを植え付けるって効果なんだ。毒キノコ。このカードは相手のカードにくっついて、毒キノコがくっついているカードを引いた時にネクサスにダメージを受けるよ。ネクサス。ネクサスってのは左のこの宝石みたいなのね。これが0になったら負けるよ。つまり、毒キノコを20回引かせて相手を毒殺するデッキだね。陰湿すぎる。というわけでこのデッキはひたすら相手のデッキに毒キノコを入れまくることに特化してます。それ以外はひたすら耐える用のカードだね。というわけでティーモで攻撃していきましょう。これって相手にブロックされないの？ティーモはイルーシブっていう特殊効果を持っていてね。この効果を持っているキャラじゃないと守れないんだ。なるほど。つまり相手のカードはイルーシブを持ってないから守れないと。そういうこと。ネクサスを殴れたからこれで相手の山札に5枚毒キノコが付与されたね。こっちの攻撃ターンが終わったから次は防衛タイム。このカードゲームは攻める側と守る側が1ターンごとに変わるから、似たようなカードゲームをやってないとちょっと難しいかも。俺も慣れるまでそこそこ時間がかかったし。そして相手もチャンピオンカードを出してきたね。ドレイブン、このカードを出した時とこのカードが攻撃する時に回転斬斧を1枚生成する。レベルアップ条件はこのカードが回転斬斧で合計2回攻撃した時。回転斬斧は味方に付与するバフ系のカードで、0コストで攻撃力を1増やすことができるよ。ただ、使うには手札のカードを1枚破棄しないといけないけどね。それをドレイブンに使って2回攻撃するとレベルアップするのね。とりあえず放っておくと手がつけられなくなってしまうので即座に捨てるカードで処理。相手に3ダメージを与えて自分のネクサスを3回復するってカードだね。5コストも使うので結構重いけど、相手は2コストまでしかスペルが打てないから守る手段がないね。こうやってスペルカードで敵を処理しながら毒キノコをたくさん相手に付与するってデッキなのね。イエス。ちなみに速攻で殺してくるようなアグロデッキは割と厳しいね。こっちがキノコをたくさん入れる前にやられちゃうのがよくある。はい、というわけでこっちの攻めるターン。先にフォロワーを出しちゃうと相手に有志物付きのカードが来るかもしれないし、ティーモで殴った後にフォロワーを出そうか。一応マナを温存していくことでスペルカードでティーモがやられてもなんとかなるしね。長いと相手が何かを考えてるってことだからヒヤヒヤするね。ティーモが唯一のチャンピオンカードだしね。ティーモがいないとたくさんキノコ入れれないからな。というわけでこれで相手の山札に毒キノコは10枚、あと5枚でティーモが進化できるね。そしてこのタイミングでドレイブン2体目。ひえー、ドレイブンの攻撃を受けきれるキャラはいないんだよな。今出したワンプモドキってカードじゃダメなの。ドレイブンはクイックアタックっていう効果持ちで、自分の攻撃ターンの時だと防衛側のカードより先に攻撃ができるんだ。回転斬斧のバフを含めて4ダメージが一方的に飛んでくるから、体力が5以上ないと基本的にはドレイブンを倒すことはできないんだよね。本来は攻撃側と防衛側で同時にダメージを与えるものね。だからなんとかスペルカードで除去できればいいんだけど。あったまってきたぜ。こんな感じでバフが入るよ。でもターン終了時にバフが切れちゃうから注意してね。でも相手使ってきてるけど。おそらく相手のデッキにもう1枚入ってるジンクスってカードを持ってるんじゃないかな。レベルアップ条件は手札が0枚になった時、つまりジンクスのレベルアップを狙ってる。ジンクスは進化すると毎ターンカードを1枚追加で引けるようになって、1ターンに1回手札が0枚になるとスーパーメガデスロケットを手札に生成するよ。これが強力で、ネクサスに直接4ダメージを与えながらこちらのフォロワー全体に1ダメージを与えるスペルなんだ。なんか普通に強いわね。コストも2で少なめだしね。こっちは守れるカードが少ないから一気に攻撃してきたね。ドレイブンを倒すことはできないし、とりあえずインプモドキを残しながら攻撃を防いでいくよ。あれ、ティーモが死んじゃうけどいいの？大丈夫、そういう時のためのカードはたくさん持ってるのさ。とりあえず復讐の黒槍でドレイブンを倒すよ。このターン中に味方が力尽きてないと使えないけど効果は素晴らしいね。2コストで3ダメージを与えれるよ。基本的に2コストのスペルだと2ダメージしか与えられないからね。あとおまけにこのターン中死んだキャラを蘇生するスペルを使おうか。蘇生。蘇生。これでティーモが復活します。ああ、なるほど。そういうことね。ティーモは死なず。稼ぎ時だ。よし、
これでドレイブンを倒しつつティーモが復活したね。そしてこちらの攻撃ターン。現状相手の山札に毒キノコは9個、1個はすでに相手が引いちゃったからね。入れた数は10個だからあと5個入れればレベルアップできるのね。そうだね。プレイ中の俺は1枚引かれたからあと6個毒キノコ入れないといけないかなって思ってるけど、まだ数戦しかしてないからまだあんまり分かってないところがある。コレクションが増える。キノコの置き方が大事なんだ。というわけでティーモが進化しました。ティーモが進化するとどうなるの？相手のネクサスを殴った時の効果が変わるね。本来ならキノコを5個入れるだけだけど、進化後なら相手の山札にある毒キノコの数を倍にするよ。倍？今相手の山札に14個の毒キノコがあるから、ネクサスを殴れれば28個に増えます。は、さらに殴れれば56個に。なるほど、だからティーモが必要だったわけね。ティーモがいないとこのデッキまず勝てないから。うげ、2ダメージのスペルを引いたか。相手1コストで打てるのね。この前に使ったスペルで引いた3枚のカードはコストが1つ減るからね。まあそのためにマナは温存していたんだけど。めちゃくちゃ蘇生するじゃん。ふふ。ティーモを倒しても倒しても復活して相手の毒キノコを倍にする。それがこのデッキの真骨頂よ。相手からしたらたまったもんじゃないわな。まあそんなに強いデッキってわけではないんだけどね。倍にする前に毒キノコが消費されてくから早めに毒キノコの数を倍にしたい。1枚のカードに複数個毒キノコが入るからね。うまくいけば1枚に3枚とか4枚とか毒キノコが入るぜ。ってことは偏ったりもするのね。そうだね。20枚の山札に対して90枚の毒キノコが入っても毒キノコを引かないこともあったりするし。結構運要素が強いのね。それがまた楽しいんだけどな。てか話してる間に相手の盤面やばいことになってるけど。どうしようねこれ。うん、どうしよう。とりあえず3ダメージの痛いやつを倒してなんとかダメージを軽減するで大丈夫かな。よしよし、とりあえずある程度は防げたね。こちらティーモ隊。こっちのターンなので速攻でティーモで殴ります。やっとキノコが倍になるね。倍にする前に元の毒キノコの数を増やしておこうか。これで相手の手札にキノコがたくさん入ったぜ。相手はジンクスを召喚。ジンクスがいつ来てもいいようにマナはたくさん残しておいたからね。大丈夫大丈夫。もうティーモで殴れてキノコが倍になってるし、全員死のうか。ひでえ。大丈夫だ、蘇生カードで生き返るさ。このティーモ何回死ぬんだろう。ドレイブンのファンボーイが出てきたってことは、もう一枚ドレイブン来る。出てきたわね。さてどうしようか。とりあえずキャラを出しておこうね。一応壁にはなるだろうし。またティーモ殺されちゃうよ。結構蘇生してるんだけどな。面白い。結構毒キノコ引いたね相手。一気に7ダメージとは。本来楽しいわずのドローの時間を最悪な時間にしてるこの時が一番このデッキをやってる感出るよね。ひどいデッキよこれ。うげえ、めっちゃバフしてくるじゃん。オーバーパワーってのが付与されたわね。オーバーパワーは相手の体力以上の攻撃を行うと貫通分のダメージをネクサスに与えるって効果だね。ちなみに今守れる体力が4のやつを守りに出すと2のダメージを受けちゃうよ。とりあえずドレイブンは今どうしようもないからそれ以外を処理していこうね。
さて、ここでこっちの攻撃ターンになったわけだけど、先に今いるフォロワーで相手を殴りに行こうか。処理するスペルがなければドレイブンが守りに来ないといけないわけだしね。そうすればなんとか耐えれるかも。って感じなのね。よし、これでドレイブンは倒せたね。うげ、スペルがあったけどネクサスを狙うってことはもう一個直接ネクサスを狙う系のカード持ってるのか。このユニットがダメージを受けても生き残ったらネクサスに2ダメージ。それだけならなんとか1回耐えれるけど、怖いな。このターン耐えれば多分毒キノコで相手倒れると思うんだけど。さて、どうなるか。わからなかった。1枚のカードはジンクスか。これは耐えれそうかな。キノコいらんか ?3 つほど。この毒キノコで勝ちですね。対戦ありがとうございました。というわけでもう一試合。最初からティモがいて割と理想的な手札だね。さっきの試合で使わなかったカードもあるわね。若たれた魂ってカードとかかな。おそらく今回はうまくいけそうだから、このデッキの真の恐ろしさを教えてあげよう。てかマジで理想的な手札だよこれ。攻撃は相手から。相手1コストはないみたいだね。というわけでこちらの攻撃ターン、早速ティモを出していこうか。これでまず5個。進化まであと10個。こんな感じに特定のキャラ同士の会話があるのが好き。個人的には今のところスレッシュってチャンピオンとティモの会話が好きかな。気になる人はぜひ無料のゲームなのでプレイしてみてくださいね。そして面白いデッキを思いついたら教えてくれ。それが目的か。ちなみにこのおじいさん、場にいる時にスペルを使うと3個の毒キノコを送り込むわ。相手に5個の毒キノコを送るキノコパーティーと合わせると一気に8個送り込めちゃうね。なんかチートでも使ってるんじゃないかってレベルでこっちの手札が素晴らしいね。相手は相手でめっちゃ事故ってるし。たまたまフォロワーとかチャンピオンが引けてないのかな。俺も結構怒るからその気持ちはわかるけど、描写はしない。というわけでこれでティモがレベルアップ。そしてこのタイミングで使うのは若たれた魂。11でターン終了時に死んじゃうけど全く同じ効果を持つカードを複製するよ。つまりそれって、これで2体のティモが殴ればキノコの数は4倍になるね。頭おかしいんじゃないのこれ。まさに理想的な動きってやつさ。俺もこんなに順調なの初めて。プレイ中めちゃくちゃ心臓がバクバクいってたよ。はい、これで毒キノコの数はなんと96個でございます。単純計算1個のカードに3個の毒キノコって感じね。あと6ターンで相手は死ぬ。2個か。ってことは4個以上毒キノコが入ってるカードが存在するわねこれ。へっへっへ、毒キノコに怯えるがいいさ。あ、チャレンジャーの効果を持ったカードを出されたか。チャレンジャー。攻撃時にこっちの盤面の誰を防衛に回すかを勝手に決めれちゃうカードだね。ティモが引っ張られたら相打ちになるって感じ。こんな感じにね。でももう手札の一番右に蘇生カードが見えてるんですが。ふっふっふ、そういうことよ。焦る必要はないのさ。じっくり毒キノコを増やしていこうぜ。ここで蘇生することでティモが復活。あ、おじいさんがいるからさりげなく毒キノコが3つ増えるのか。意外と毒キノコの数が少ないね。どこかに凝縮されてるのかしら。とりあえず若たれた魂をもう一回使ってまた4倍にしていこうか。
若垂れた魂防がれちゃうか。こっちのフォロワー全体に1ダメージのスペルね。ティーモが生きるならよし。優美な力を、美しき刃を。直ちに。大きさは関係ない。そして相手の山札には384個の毒キノコが。単純計算だと1個のカード20個以上の毒キノコが入ってるわよこれ。自分でやっといて軽く引くわこれ。こんなに順調だったこと AI 戦でもなかったのに。さて、あとは耐えるだけかな。あれ、あ、だ、対戦ありがとうございました。まさか13個ぴったり毒キノコが入ってるとは。4個以上の毒キノコ見るの初めてかも。自分でも声に出して笑っちゃうぐらいの最後でしたが、このデッキの面白さ分かってもらえたかな。というわけで今回はここまで。また別の動画で会いましょう。バイバイ。